スーパーで買ったかき揚げです。ちょっと押さえると分かりますけど、ほら、しとしととなってます。揚げたての時にはカラッとしていたかき揚げも、時間が経つとしととした感じになりますね。今日はいい感じでこれを温めてみたいと思います。はい、かき揚げをのせました。電子レンジと違うのは、遠赤外線のヒーターと熱で温めるから、不要な水分と天ぷら油をもう一度落としてしまう、蒸発させてしまうからなんです。揚げたてのようなサクッとした唐揚げ、かき揚げになります。それではかき揚げを返してみたいと思います。ほら、ご覧の通り、しとっとしていたかき揚げの表面が、箸のカリカリ、カリカリという音が聞こえますでしょうか。表面がパリパリになった証拠なんです。こう、いい感じ。そして焼きグルメは、こうして温め直しもできます。特に唐揚げ、コロッケ、イカ天やエビ天、かき揚げ、そういうものなん、時間が経ったものをもう一度網の上に乗せて温め直しをすると、揚げたてのように、揚げたて以上に美味しくなります。それではもう一度ひっくり返してみたいと思います。はい、裏表ご覧の状態で、カリカリになりました。はい、ああ、美味しそうな香りがしますね。かき揚げも美味しくなる焼きグルメ、いい感じでした。